ロン・ハーパーはアメリカが州国オハイオ州デートン出身の元バスケットボール選手。身長198センチ。ポジションはポイントガードとシューティングガード。クリッパーズ時代はハリウッド・ハーパーと呼ばれた。NBA で5回の優勝経験があり、異なる2チームで優勝した数少ない選手でもある。 マイケル・ジョーダン率いるシカゴ・ブルズの二度目の三連覇の時とシャキール・オニールとコービー・ブライアントの率いるロサンゼルス・レイカーズの三連覇の時に在籍し脇役としてスーパースターたちのプレーを支えたことで有名。マイアミ大学卒業後、1986年の NBA ドラフトで一巡目全体8位でクリーブランド・キャバリアーズに指名されて入団した。 ルーキーシーズンには1試合あたり22.9得点を上げる大活躍を見せたが僅差で新人王をチャックパーソンに取られてしまった。その後3シーズンをキャブスでプレーした後、ロサンゼルスクリッパーズに移籍。クリッパーズ時代、膝の故障でスピードは鈍り、ジャンプ能力は落ちたがそれでも1試合あたり、約二スティールを上げている。これは未まだチームレコードとなっている。 1994年にマイケル・ジョーダンが突然引退を表明した際に再建を目指すシカゴ・ブルズとフリーエージェントだった彼は契約した。1995年のシーズン終盤にジョーダンが復帰すると彼はディフェンスとしての役割とジョーダン、スコッティ・ピッペンに次ぐ第3の攻撃オプションとしての役割を担った。 ブルズが72勝10敗の成績を残した1995から96シーズン、彼は故障を抱えながらもシーズンのほとんどの試合と NBA ファイナルで先発出場を果たした。シカゴブルズで3連覇を果たした後、ジョーダンをはじめとする主力選手、コーチのほとんどがチームを去り、残ったメンバーと共に NBA 最低勝率という屈辱のシーズンを味わうが、 翌年ブルズ時代のヘッドコーチであるフィル・ジャクソンがロサンゼルス・レイカーズのヘッドコーチに就任したことでレイカーズに移籍する。ここでもシカゴ・ブルズ時代と同じようなスター選手の補佐という役割を担いレイカーズの優勝に貢献した。翌年も先発としてプレーを続けこのシーズンもレイカーズは優勝したがハーパーのプレー時間はかなり短くなっており このシーズンを最後に引退している。さらに翌年、レイカーズのガードの選手が故障がちだったため、ヘッドコーチのフィル・ジャクソンにプレーオフの期間だけでも現役復帰しないかと話を持ちかけられたという。優勝6回という快挙の可能性にかなり迷ったらしいが、膝の持病のために結局復帰はせず、そのまま選手としてのキャリアを得た。2005年にデトロイト・ピストンズのアシスタントコーチに、 就任し、2007年までコーチを務めた。ポイントガードとしては長身、大柄であり、クリーブランドキャバリアーズでのデビュー当時は、マイケル・ジョーダンと同じようなジャンプ力を生かした、得点源として期待された。がっしりとした体でパワーもあり、身長に比べてかなり腕が長く、ディフェンスやスティールも得意とした。当初は1試合平均20得点前後を、 キープしていたが膝を故障して、スピードが落ち、ロサンゼルスクリッパーズに移籍した頃には欠場する、試合も多かった。また、ポイントガードにしては、ジャンプシュートの正確性が悪く、スリーポイントシュートも苦手だったため、フィールドゴール成功率は低かった。クリッパーズの頃は弱小チームで他に頼れる選手がいないため無理をして、エースを張っていたという一面があった。 1993から94シーズン開幕前にシカゴブルズではマイケル・ジョーダンが野球選手になるため突然引退してしまった。そのため得点力のあるシューティングガードを早球に必要としており、翌1994から95シーズン前にハーパーをフリーエージェントで当時としてはかなりの高額年俸で獲得した。しかしシュートの成功率が低く、 また膝の故障のため、動きが悪くシカゴブルズのコーチたちを落胆させたという。そしてシカゴブルズが採用していたトライアングルオフェンスというシステムもなかなか身につかず、高学年法にもかかわらず控え選手としてしか出場できない試合が続いた。そのシーズンの途中にマイケル・ジョーダンが野球選手になることを諦めて、シカゴブルズに突然の復帰を果たした。 ジョーダン本人の準備不足とすっかり変わってしまった、周りのチームメイトと呼吸が合わず、そのシーズンはプレーオフ2回戦での敗退となった。このシーズン後、ジョーダンと同じシューティングガードであり、得点力に劣り、故障を抱えた上に高額年俸のハーパーはチームから完全に必要とされなくなったと思われていた。しかし、翌1995から96シーズン、ハーパーは、 BJ アームストロングが抜けたことにより、ポイントガードのポジションで、毎試合先発出場をするようになっていた。得点や、ポイントガードの本来の役目であるゲームのコントロールは、マイケル・ジョーダンや、スコッチ・ピッペンに任せ、彼はひたすらディフェンスに徹することを期待されたのである。体格が大柄な上に、腕が長く、ディフェンスに優れたハーパーが、相手チームのポイントガードや、 シューティングガードをマークして抑え込み、相手からボールを奪って、速攻につなげるというシカゴブルズの得意のパターンが、面白いように決まるようになり、そのシーズンシカゴブルズは72勝10敗、プレーオフでも15勝3敗で、圧倒的な強さで優勝を決めた。ハーパーは1試合平均の得点はわずか9点だったが、それ以上にディフェンスやチームプレーで重要な働きをした。 1995から96シーズン終了後、彼は長年苦しんできた膝の故障の手術をした。先の NBA ファイナルでも膝の痛みに苦しみながらも、無理をして出場し、必死に相手のエースをディフェンスするシーンがあった。シカゴブルズは、翌年、さらに次のシーズンも優勝し、3連覇を達成したが、経営陣と、コーチや主力選手たちとの方針の違いから3。 連覇達成後に多くの選手、コーチがチームを去ってしまい、戦力は最低の状態になってしまった。3連覇の翌年のシーズンは NBA 最低勝率になり、苦しい状態の中チームに残ったハーパーはプレーを続けていた。翌1999から2000シーズン、ブルズ時代のヘッドコーチであるフィル・ジャクソンが、ロサンゼルス・レイカーズのヘッドコーチに就任し、ハーパーをレイカーズに誘う。 フィル・ジャクソンはシカゴ・ブルズ時代と同じくトライアングル・オフェンスを採用することを決定していたので何としてもそのシステムを経験している選手が欲しかったのだ。こうしてハーパーはレイカーズでもシカゴ・ブルズ時代と同じようにポイントガードのポジションで先発し相手チームのポイントガードを抑える役割を果たすようになった。そのシーズン、レイカーズはシーズン十七勝し、 プレーオフでも苦しみながらも優勝を達成する。そこにはスーパースターたちおかげで支える、元エースのハーパーの力があったのは言うまでもない。ありがとうございます。